そして未だに理解できないメンバーのあんな行動、こんな行動はありますかと質問したところ、深夜さんが杉蔵のテンポ感って書いてくれました。どういうことですか？杉蔵はめちゃめちゃせっかちなんですよ。あ、そうなんですか。ええ、せっかちなんだけどものすごい遅いんですよ。いや、意味がやめよくわかんないですね。もっとわかりやすくですよ。だから例えばね、めちゃめちゃせっかちなの。もうこうしたよ、明日よ、明日よ、これやりたいよって言ってるんだけど、だからこうみんなでこう、じゃあどっか移動しましょうってエレベーター必ずこう遅れるし、そういうことですよね。そういう時焦んないのかなってめちゃめちゃ不思議だもん。いや、そのテンポじゃ君のやりたいことはできないよっていう。いや、そんなことはない。そういうことはないんですけど、なんかすごい不思議なの。焦んないのかなっていう、なんか。まあまあ、でも、あんまりこう、ほら、慌てて走ったりするのも、杉蔵っぽくないね。杉蔵っぽくないね。美意識の中ではない。そうだね。って言って横に振って走ってやだもんね。かっこよくないですね。あんまりね。なるほど。ジェイさんはいかがですか？長いこと付き合ってるけど、これわかんねえなっていう。どうだろうなぁ。なんかあるかな。まあだってね、もう、それこそ30年近い。それは言い過ぎか。まあでも20年以上は。そうですね。一緒にやってきてるわけで。でも龍はいつ寝てんだろうっていう。はい、ああ、そうだね。なるほど。のは思う時はあるね、うん、どんな時に思います？じゃあその時なんか明け方にメール来たりとかするんですか？いや、メールとかじゃないけど、明け方すげえ早く起きてたりとか。そうだね。夜はずっと遅くまで、最後までいたりとか、うん、はいはい、ツアー中とかそうですから。もろそう、ボーカリストの方って打ち上げなんかでもサクッとこう喉があるんでって書いたりしますけど、龍一さんは割と深いですね。付き合いいい方なんですか？そうですね。へえ、まあ、その割に朝からゴルフとか普通にそう行って、ほんで思いっきり完璧なステージやるでしょ。はいはいはい、すごいよね。まあまあ、昔からサーフィンやってた頃からね、うん、かなり無理なスケジュールでサーフィン行ったりもしてたじゃないですか。本当だよね。確かに、いつ寝てはるんでしょうかね。宇宙人なとこありますよね。